キャラ立ちという言葉にはいろんな要素が含まれますが、企画においての話をしていきます。何らかのゲーム企画でキャラクターを増やしていく場合、それが使えるマイキャラやファイターでもいいし、敵キャラクターでもいいのですが、そういったものはよりピーキーに精度を振るのが良いと思います。とはいえ使えないものになっても仕方がないわけですが、例えばシューティングで進行方向と違う方向にばかり撃つ時期があっても仕方がない。ゲームのルールにはおおむね理想形となる適切なものがいることと思います。つまり、性能がニュートラルであると。それからどれだけ逸脱し、ゲームに異なる可能性を持たせられるのかというのがポイントかと思います。これはマイキャラを作る場合と敵キャラを作る場合では大きく異なります。例えばこれはカービィシリーズのゴルドーです。無敵で何の攻撃も効きません。攻撃種もなく決まった動きがあるわけでもなく、このまんま置くだけならひたすらつまらないだけの敵です。だけど配置で他の敵と噛み合わせることでいろんな意味を持ってきます。少なくともカービィシリーズをプレイした人ならゴルドーは他の敵と異なる印象に残る、キャラクターになっているのではないでしょうか。マイキャラ性能にせよ、敵キャラにせよ個性をつけることで、攻略が生まれます。そのキャラクターの特性は何と一言で言えるような見出しができるようなぐらい、尖らせた方が良いでしょう。で、キャラクターを立てるには面倒だけど、避けられない要素があります。それは、特殊仕様もしくは固有仕様、そのキャラクターにしかできないことのためわざわざ専用プログラムを起こすような要素です。例えばスマブラスペシャルの場合、ダウンロードコンテンツのファイターには必ず何らかの特殊仕様があります。反逆システムとペルソナ、 MP とコマンド、羽の仕様と体当たり、超必殺技、4種の英雄の遺産、ダブルアームシステム、ブロックビルド、片翼システム、瞬間チェンジ、8方向入力コマンド、魔法切り替えなどなど、内部的にはまだまだいっぱいあるのですが、まあざっくりと手間はかかるけれどキャラは立てる必要があったと。それと、キャラごとの性質などの落差も結構大きくついていることと思います。何しろ大差ないのは面白くないんですね。個性をぶつける楽しみであってほしいです。数字でだってキャラクターは息づく、小さくまとめるのではなく凸凹にしてから問題になるところを補うように制作を頑張っていただければと思います。